さんこんにちは、トムズサイクリングのヨピです。今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、ディスクブレーキについてちょっとお話ししていきたいと思います。今ですね、ディスクブレーキを使って約2ヶ月ちょっと経ちます。なので今日はですね、このディスクブレーキのメリットとあとデメリットについてちょっとお話ししていきたいなと思います。ディスクブレーキのメリット、なんといってもダウンヒルがめちゃくちゃ楽です。はい、もうこれにつきます。なんて言ったってですね、もう手がねほとんど疲れないです。指の力がほとんど必要じゃないって言ったら、嘘になっちゃうんですけど、今まで本当にこうダウンヒルで特に長い下りの時とか、急な勾配の時とかっていうのはもう下半握ってもう全力でここを引いてるような状態だったんですが、もう今本当にこのブラケットのところを軽く握ってあげるだけで、しっかり制動してくれるので、手の痛みとか疲れとか、あとはこう下半ってずっとこう握ってると、私の場合すごい首とか肩とかがすごい凝っちゃって、もう降りてきた後にめちゃくちゃ疲れてたんですけど、ずっとここで軽く当てながら下れるので、その辺の疲れっていうのもなくなりました。というわけで一番のメリットはこのね、ダウンヒルがめちゃくちゃ楽になったっていうところです。これこの前ですね、ちょっと路面があんまり良くない峠をちょっと下った時に思ったんですけど、今まではこうやっぱタイヤにこうゴミとかそういう汚れとかがついてしまうと効きが悪くなっちゃうっていう、そういう思いを今までしたことがあったんですけど、本当にこの前その路面が悪いところでも全くそのストレスがなくて、タイヤは確かに汚れてしまうんですけど、そこにブレーキが全く干渉しませんので、本当にいつも通りのちゃんと制動力が効いてくれたっていうのが、すごい安心感があって、ああいいなーっていうふうに、改めて思いました。こうディスクブレーキ最初調べてた時にあまりにも効きすぎてこうでんぐり返ししちゃうみたいな、そんなところもね書いてあったんですけど、全然そんなことなくて、正直本当にちょっとこう街中最初乗ってこうブレーキの効く感覚つかめばすぐに慣れちゃって、そんなにこう最初怖い、効きすぎて怖いってこともなくちゃんと下ることができましたので、それはねそんなに心配いらないんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、ディスクブレーキのメリットとして、ホイールを常に同じ位置に入れることができるということがあります。今私が使っているこのディスクブレーキはスルーアクスルといって、ここの中にですね1本の長い棒が入っていて、それをこう刺したり抜いたりすることでこのホイールを着脱することができるようになってます。いつも同じ位置にホイールをつけることができるので、緩んだり歪んだり、そういう心配がなくなったっていうのも、ここも大きなメリットじゃないかなと思います。はい、というわけで、ディスクブレーキのメリットについて話してきましたが、ここからは、ちょっとしたデメリット、私がちょっと難しいなぁと思っていることについてもお話ししていきたいと思います。それはですね、ちょっと大きく分けて2つあります。1つはメンテナンス、ここはねちょっと難しいなって感じてます。いろいろ調べるとやっぱり油圧式のディスクブレーキっていうのは、年に1回ぐらいはオイルの交換っていうのが必要になってくるみたいです。そういうねディスクブレーキならではのメンテナンスっていうのが、ちょっと難しいなっていう風に感じてます。あともう一つは輪行ですね。まだ実際にこれもやってないんですけど、輪行袋に入れたりするときに、このやっぱディスクのこのディスク部分ってすごく繊細なもので、折れたりね曲がったりしちゃうと大変なので、その辺をどうやって保護していこうかなっていうところとか、こっちのリアの方とかもね、どうしようかなっていう風にちょっと今ビクビクしてるんですけど、そういうね輪行のところも今までのやっぱリムブレーキとはちょっと違うので、少し注意が必要になってくるのかなというふうに感じてます。そういうところの、ちょっとねリムブレーキとは違う面倒さというか、新しくまた覚えていかなくちゃいけないことが増えちゃったなっていう、そんなところはあります。ただですね、総合的に見てディスクブレーキ買って良かったですか、それともいまいちですかって言われたら、
まあもう絶対的な自信持って買ってよかったっていう風に思ってます。まあ、とにかく下りがすごく楽になったのと、まあ、安心安全に下れるようになったっていうのがもう自分の中ではすごいもうベストバイな感じですので、まあ、ディスクブレーキ私は買ってよかったなっていう風に思ってます。はい、というわけで今日はディスクブレーキのメリットとデメリットについてお話ししてきました。まあ本当にね、あくまでも個人的な意見ですので、まあ、皆さんさらっと聞いていただいて、まあ、もしねちょっとでも参考になっていただければ大変嬉しく思います。はい、というわけで今日の一人動画はこれにて終わりにさせていただきます。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。トムズサイクリング、ヨピでした。またねー。